七不思議の裏不思議、七裏。どうも、よろしくお願いします。七不思議の吉田桃々でございます。ということで、七裏はですね、いろんな本チャンネルでやらないようなお話とかをお届けしているってことなんですけど、まぁ、結構雑談ベースでね、いろいろノブと二人で喋ったりしてる回も多いんですけど、今回ね、だからその七裏を撮るっていうことになった時に、まあ、療養生活に入ってるノブの関係で、まあ、一人で撮ってほしいと。で、七裏ってね、基本、撮って出しに近いんですよね。週1日で3本ぐらい撮って、週今3更新だから3本か、3撮って、で、それを翌週流してっていう形なんで、結構タイムリーなんですよ。だからそうなってくると、普通に3本分撮らないと、来週に、なんか間に合わないって言ったらあれだけど、来週の分のストック、話のあれっていうのはなくなってしまうんで、ぜひ撮ってくださいって木村くんに言われて、AD 木村くんね、七不思議チームのスタッフの。で、あーってなって、一人で撮るってどうしようと思ったんですけど、で、その中の一つで、まあ、ノブさんとの思い出みたいなのを語る回もいいんじゃないですかって言われたんで、ああ、ノブとの思い出を語るんだ。まあまあ、わかりましたって言って。なのでですね、今回は、ノブさんとの思い出を語りたいと思いますね。まあ、いろいろ結構その、チャンネルの方でも話してるとは思うんですけど、まあ、そうだな。結構、じゃあ、生い立ちというか、僕とノブってね、二つ年が違うんですよ。僕が1978年、で、彼が1980年生まれなんで、まあ、二つ違いっていうことで、で、なんだろう。初めて、僕がお笑いに入る、ところからちょっと簡単に説明しさせてください。高校卒業した後にね、僕実は専門学校を受験してるんですけど、その専門学校っていうのが僕保育の専門学校を受験してるんですよ。母親が、幼稚園教諭だったっていうこともあって、まあ自分も、人間の根幹を司る、幼少期の教育に携わりたいという、まあ、思いを抱きですね。某専門学校。そこはね、保育士と幼稚園教諭の免許が両方取れる、資格取得ができるところだっていうことで、それ推薦で、受験したんですけど、まさかの推薦で専門学校落ちるっていう、僕、本当にもう、幼稚園の頃からやり直したいぐらいのショックを受けたんですけど、で、そうなった時に、じゃあ自分が一体何をしたいのかなと思った時に、人前で喋ったりすることは好きだったんですよね。で、まあ今だと七不思議チャンネルよく噛むとか言われてますけど、朗読とか得意だったんで、滑舌もいいって言われてたんで、あ、そっかって、短絡的な思考ですよ。じゃあアナウンサーよくねみたいな。そう。で、アナウンサーイコールでいろいろ、もうその頃もう SNS ないですから、冊子とか調べたら、東京アナウンス学院という専門学校がありまして、で、まあ、それ受験したんですよね。受験というか、もともと、体験入学がありまして、その体験入学に行った時に、アナウンス、で、いろんな学科があるんですよ。東京アナウンス学院の、放送演技科、これ舞台の勉強とかする人とか、あと、声優科、放送声優科は、いわゆる声優の勉強するところとか、いろんな学で、放送アナウンス科っていう科もあって、僕はアナウンス科の、なんていうのあれ、体験入学受けたんですよ。で、その時に、天気予報かなんかの原稿を読むみたいな、慣れ読みみたいなのをやって、で、まあ、比較的よく読めたのかな。まあでもみんな良かったねって先生はその時言うと思うんですけど、入学させたいから。だけどね、終わった後にね、すごく褒められて、その先生に。でいいね、君って。すごく滑舌いいじゃないって言って。ねえ。でもね、あれだよって言って。アナウンス科もいいけどね。てか、アナウンサーもいいけどね。声優っていうのもあってさ、声優っていうのは顔を出さなくてもいいんだよって言われたんですよ。で、あれって思った。でも俺その時はよくわかってないから、あ、そうなんですねって言って。
で、その、いわゆる声優科のコースでも、選択授業に行ってアナウンスとかの勉強できるよってこと言われて、あ、わかりましたって言って、僕は放送声優科っていうのはそこで選んだんですよ。でも、後になって考えてみると、顔を出さなくてもいいんだよって言われたのは、めちゃくちゃ失礼ですよね。別にその時の僕、そんなに、まあ、モテてはないけど、そんな悪いかな、別に。好きな人は好きだと思うんですよね。チミみたいな顔だったと思うんですけど。まあ、で、結局、その放送声優科というところに専門学校入りまして、2年間ですね。19、20歳、の2年間を送る中で、1年生から2年生に上がる時の、学校のイベントがありまして、そのイベントっていうのが部活説明会っていうのがあるわけですよ。専門学校とはいえ、いろんな部活がありまして、スポーツもあれば演劇もあったりということで、で、新しく入ってきた新入生のために、この学校にはこういう部活がありますよっていう説明をする会の、その会っていうのがね、結構大規模、2時間ぐらいのイベントで、まあ司会がいると。で、その司会を僕にやってくれって言われたんだよな。誰か同級生かなんかの女の子に。俺ともう一人の、やつね。男がいるんだけど、その男で、まあまあ、二人で、説明会。でもちょっと普通に説明するだけじゃ面白くないから、なんかちょっとボケたり、突っ込んだり、してやろうみたいな感じでやったら結構受けたんですよ、それが。で、受けて、で、それを、先ほど言ったように東京アナウンス学院っていうのはいろんな学科がありますから、お笑いコースもあるわけですよ。そのお笑いコースの担当の先生がですね、その模様を見ていて、終わった後に僕たち二人に話しかけてきて、君たち学科はどこだって言って、僕たち放送声優科ですって言ったら、あ、声優科なんだって言ったら、お笑いのコースもあるから、来なさいと。ぜひ、君たちはものになるみたいな。第二の U ターンになれるって言われたんですよね。U ターンさんが、東京アナウンス学院の、卒業生、先輩であられたんで、今だと土田さんですね。同じ事務所に、所属、僕はさせていただいております。土田さん。で、あと、大木さん、ビビる大木さんであったりとか、原口秋政さんであったりとか、たくさんの、著名人というか、有名な芸人さん出てる学校なんですけど、そう、そう言われて、あ、じゃあ、お笑いの世界に行ってみるかって言って、声優の、コースに通いながら、お笑いコースの授業にも通うっていう授業料、だけど、それはもうなくていいからっていう待遇、好待遇でですね、行かせていただいて、まあ、要は二足のわらじみたいな感じでやるようになって、まあその芸人としての生活を、歩み始めるわけです。それで卒業して、まあその卒業した後は別に特に1年間ぐらいね、僕バイトだけしかしてなかったんですよね。ライブとか出てもすぐ解散してたんで、1回か2回ライブ出ても解散したりとか、その後半年組んだコンビ解散したりして、でも僕の中でもやっぱお笑いよりも、どっちかというとその時ってもう、なんか演劇とかの方を目指してたんですよ。うん。だからそういう六本木とかなんかにあるなんか怪しい演技の学校とかも、半年くらい通ったのかな、あれ。で、どうしよう。今後どうやっていこうかな。でも演劇で食っていくの難しいなってなった時に、その、クラブ説明会を一緒にやった男っていうのが、まあ、僕は結構仲良かったんで、声かけて、じゃあ二人で真剣にお笑いやんないかって言って誘って始まったコンビが、僕が、ノブとかと知り合うきっかけになったコンビ、フィットネスっていうコンビだったんですけど、そのコンビを組んで、太田プロの前の所属していた事務所がありまして、ニュースタッフプロダクションという、渋谷に、ちょっと事務所を構えていた、ところに入りまして、そこに入ったのが2000年 ?10 月 ?11 月今から21年前とかですね、所属という形で入らせていただいて、で、その時にね、ノブがやっと出てくるわけですよ。2000年、2001年ぐらいにかけて、まあ、いわゆるいろんなお笑いのイベントとかライブとかってあるわけですけど、その中で、ノブの昔のコンビ、ヴィンテージっていうのがいましてですね。まあね、まあ、しっかりしてるわけですよ。若い割に。うまいし、うん、なんとその、
基本的なテンポがしっかりしてる。うん。んで、内容も、なんていうのかな、まあ、すごいわかりやすくて受けるし、で、結構彼らはね、強かったんですよ。で、だから僕として、そして、で、彼のノブの見た目とかもね、その時とかがもう本当に、もう、チャラさのゴンゲみたいな、なんかもう、ヒョウ柄のなんか、なんか、とりあえずヒョウ柄なんですよ。なんか、いや、本人はね、いや、そんなことないですよとか言うけどね、なんか、タンクトップで漫才やってた。タンクトップで漫才やるんですよ。そう。それは覚えてますね。だから僕としては正直印象良くなかったんですよ。絶対こいつは嫌なやつだと思ってたんですけど。で、まあ別に同じ事務所でもないからそんなに頻繁に会うことなかったんですけど、ある時事務所の社長がね、今度新しい芸人入れるからって言って、え、誰ですかって言ったら、ヴィンテージって言って、ってなって、いや、あいつ来んのかよ、みたいな。嫌なやつとなんか、クラス一緒になっちゃうみたいな感じなんですよね、こっちからしたら。で、そう、はい、なりものいいっていう感じっていうか、まあ、うん、バッと入ってきて、まあ結構事務所とかでもいい成績をね、取ったりとか、するわけですよ。でも、その中でいつからやっぱ仲良くなったかっていうとね、当時僕も喫煙をしてたんでね、喫煙所とかって必然的に仲良くなるわけですよ。うん。ああ、そう。ああ、これ、謎かけ一個やるわ。タバコとかけまして、カーテンと解きます。その心はどちらも社交に役立ちますっていうね。うまいですよね。そう、僕、タバコの唯一の利点っていうのはね、社交だと思うんですよ。喫煙所って必然的に喋んなきゃいけないじゃないですか、人いたら。喋んなきゃいけないわけじゃないけど。うん、だから僕も当時はタバコ吸ってましたんで、そういう時とかでたまたま二人になったりするタイミングとかがあるわけですよ。そうなってくるとやっぱ向こうからしたら、俺の方が事務所に早く入ってたから、敬語も使うし、なんとかじゃないですか、みたいな感じで話しかけても来るし。で、彼自身が、まあやっぱり今でも七不思議っていうコンビの、いろんな人との、交流というか、の中心になってくれてるようにですね。まあ当時の彼も、もう、そういう見た目ではありながらもね、俺にも気を使って、なんか何が好きなんですかとかなんか普通に話しかけてくるんで、まあそういう話してる中でね、プロレスが好きだったり、お互い。で、あと妖怪、水木しげる先生の、あと、なんだろう、戦国時代、そうそう、七浦でもやりましたけども、武将の能力当てとかね。で、あと90年代、それこそまあまあ、年も近いんで、で、J-POP が好きだったりとかなんか、そういう話をするようになって、あ、こいつこんなチャラそうな見た目してんのに、妖怪好きなんだとか。で、僕がもともとその時、ガチの心霊マニアだったんで、僕、怖い話の本っていうのを昔からずっと買い漁ってたんですよ。それはもう本当小学生の頃とかからで、昔だと今でもムーでやってますけど、私のミステリー体験みたいな、ああいうものを、分厚い体験本みたいなのが出てて、それを読んでたりとかですね、その後、軽文社とか、コロタン文庫とかに行ったりとか、で、そこから、文庫ですね。僕は文庫でしか怖い話っていうのは基本的に集めなかったんですよ。幅というか、場所を取らないから、それの方がね。で、まあ、基本的には二見文庫。で、その怪談会を変えたのは竹書房の、いわゆる超怖い話とか、だと僕はいつも言ってるんですけどね。今までなんか怪談っていうものが、どっちかというと、マイノリティだったものっていうのを、なんかちょっとおしゃれにしてくれたんですよね。竹書房のその文庫本っていうのは。なんかちょっとおしゃれに感じたんですよ。で、それとかをすごく買って、あとまあ、ワニ、
文庫とかでね、ありますよね。あと青春文庫とか、その辺とかもあったかな。だから本当に、もうただの趣味として階段が好きだったんですよ。本当に。だからそういう中で、で、いや僕ね、昔こういう経験してたんですよ、とかってなんかノブが話すから、あ、なんだこいつ、すげえなと。いろんな経験してんじゃん、つって。まあまあ面白いから、仲良くというか、今までよりもなんか、近い存在に感じたんですよね、彼のことをね。そう。で、なんか一緒にライブとかもね、やったんですよ。僕らの当時のフィットネスってコンビと彼らヴィンテージと、で、前、ナナちゃんで年末に来てもらいました。夜更かしの会。夜更かしが当時、大重と砂川が二人で組んで、ラクチャックっていうコンビでやっててね、この三組でね、お笑いの結果競うみたいな、バチバチした勝負のやつとかあったんですよ。これもう、21、2ぐらいの頃かな。で、ノブのコンビが1位でね、僕らが2位でね、で、砂川とか大重が3位でね、その、幕が閉じた瞬間に、もう俺崩れ落ちて泣いたのを今でも覚えてますね。でもそこでね、なんかほんとすごく絆が生まれて、なんか一緒にガチ、本当に若い頃の自分たち20代を全部投げ、お笑いに投げ打って、真剣勝負、お笑いで戦うみたいなことをやった仲間だから、なんか今の、なんだろうな、七不思議っていうのはあるんじゃないかなと思うんですよ。で、その後とかもですね、その3組は結構いろいろやる、一緒に何かやることが多くて、90分のイベントを3組でやるっていうのがありました。90÷3 っていうイベントだったんですけど、要は3組だから30分ずつ自由に上げるんで何やってもいいですよみたいな。ミニ単独ライブみたいなものやりましたね。フィットネス、ラックチャック、ヴィンテージでやりました。で、終わった後とかね、そう、俺は今で覚えてるのがね、多分それ、その、3組でやった2回目とかかな。2003か2004年後ぐらいだったと思うんですけどね。もう終わった後ね、多分、まあ結構評判良かったというか、やった感じが良かったっていうのもあったんですけど、盛り上がったんですよ、すごくね。で、その時まあ打ち上げだって言って、劇場でね、みんな、なんかお酒とかを飲むんですけど、その時ね、珍しくノブが結構ね、あんまりお酒飲まないの結構飲んでて、パシャ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 ね、いわゆる映るんですか。とりっきりコニカかわかんないけど、いわゆるインスタントカメラみたいなものでね、すごく写真を撮ってね、それをすごく覚えてますね。あ、珍しいな、みたいな。撮りましょう、撮りましょう、とか言ってすごいテンション上げて。そう。あの写真どうなってんだろうと思うもん。で、これノブに聞いたら、そんなありましたっけとか言っててね、覚えてないんだけど、そう。なんかそういうのとか、あとね、そう、僕が買ってあげたピルクルをね、すぐドボドボドボってやるとか、どっかでも話したと思いますけどね、やっぱ芸人ってそういう文化があるんですよ。無茶なことをやってこそ芸人だみたいなのがあったんでね。そう、その劇場の近くに、目の前にローソンがあって、俺がローソンに行ったらノブがたまたま、いて、まあ、その、今日ライブの日だったんでね。同じ入り時間ぐらいで集まるんですけど、あ、ノブって言っての、まあ、そういう時でね、お兄さんがやっぱなんか買ってあげなきゃいけないんですよ。なんか買おうとしてたものとかをね。で、いいよ、俺買ってやるよ、つって。何が欲しいって言ったら、じゃあ俺ピルクルが欲しいですって言うから、あ、じゃあピルクルいいよって言って買ってあげて、ありがとうございますって言って、そのお店出るや否や、もう、ピルクル 500ml のパックのやつですよ。あれのね、飲み口のとこパッと開けてね、渋谷のセンター街の床にドボ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 って。多分おかしいでしょ？わー、何してんだよみたいなので、あ、すいませんみたいな。そう、そういう無茶をしたりとかね。あと、喫茶店に行ったんですよ。とある日。俺とノブと、砂川、そうそう、夜更かしの砂川と、あと、当時の事務所の社長の方と、行った時に、なんかね、急な振りがあったんですよね。面白いことやれ、みたいな。あ、そうだ、社長が、俺はアイスコーヒーには、ミルクを入れるか、ノブは何を入れる、みたいな、のがあって、そう。で、ノブがね、その時なんか試されてると思ってか、急に、あ、僕はね、これを入れるんですよ、って言ってね、自分が使ってる携帯電話をね、
アイスコーヒーの中にね、ドボンって入れたんですよ。いや、お前何してんだよみたいので、すごい盛り上がったんですけど、ガンガンコーヒーが入って、携帯壊れましたかね、あいつ。そう、液晶、その時ガラケーだったから当然。液晶が出なくなったのかな。で、液晶がちょっと残ってるかなんか、その、オンオフが効かなくなって、一回オンになったと思ったら、なんかその、OK カフェって出たんですよ。その液晶になぜか文字がね。そう、なんか、これどういう加減でそうなったのかわかんないんですけど、最後に出た文字がね、アイスコーヒーに入れられて、もうこの死ぬ寸前の携帯が、最後ね、液晶にね、OK カフェっていう、そう、英語ですよ。OK で、CAFFE みたいな。これ本当の話なんですけど、そう、それはね、すごく覚えてますね。できすぎてては、なんか嘘だと思われるだろ、この話みたいなので、その当時話したの覚えてますね。あとはそうだな、ネットラジオとかかな。インターネットラジオですね。いわゆる、こういう今七浦とかでやってるようなことをですね、2010年から、2011年終わりぐらいかな、うん、2年間ぐらいですね。毎週木曜日に、以前僕らが所属していた事務所に集まって、2人でただ、今七浦でやってるようなことを喋るっていうのをやってました。それ毎週木曜日にやるから、気になる2人っていうタイトルだったんですよね。木はね、木曜日とかけて、で、いつか、今は小さい種だけど大きくなったらみたいなので、そう、気になる二人っていうのやってて、木はあれね、まあ、大きい木になれたかどうかわかんないですけど、それをやってたんでね、散々いろんなそういうところでも話とかはしてましたし、だから、なんだろうな、付き合いが本当に長くなってくる中でね、やっぱ、すごく彼自身が、まあ、責任感が強い、やつで、すごく気を使う人なんでね。多分今回のこととかっていうのはすごく気に、病んでたと思うんですよ。自分がコロナ陽性になってしまったことって、まあ、それ別に誰が悪いわけじゃなくてね、ほんとこんなもんっていうのは、しっかり感染防止しててもなる現状だし、しっかりした経路とか、そういうものもはっきりわからない。で、陽性だったり、偽陽性という言葉もあったりとか、もうよくわかんなくなってるじゃないですか。だからそういう中でね、少しでも、皆さんの支え、それでこれ生配信とか、このまま一人で僕、ゲストの人とか、助けていただきながらやりましたけども、やっぱそういう中でもね、皆さんのコメントとか、で、あと、配信の時の、コロナになりましたっていう報告のコメントを、動画流した時のコメントとかでもですね、たくさん皆さんから本当に温かく、今ゆっくりしてくださいっていうことをね、言っていただいて、僕としてもすごく嬉しかったですし、と同時に、やっぱりね、これからもっと七不思議というものを、戻った暁って言ったらおかしいですけど、復活してまたその収録などができるようになった時はですね、また、たくさん階段を、僕も届けたいし、今まで以上に。で、ノブもね、多分きっとこの療養期間入ってる中で、たくさん、話とか取材とか、人に聞きながら、そうですね、なんかまとめたりとか多分してると思うんで、また、いいものを、皆さんに届けられるんではないでしょうかと思っております。そうですね。あとは、もういくらでもね、語ろうと思えば語れるんですけど、まあ、あと一つだけ言えるのは、二人でいる時とかに、あ、ここやばいですよって急に言うのは、ちょっとびっくりするんでやめてほしいですね。怖いんですよ。まあ、教えてくれるっていうことで、ありがたいんですけど、そうそう、歩いてて、いや、ここなんかちょっとね、かすな変な感じするんですよ、とか。ああ、って思うと、今後そことか俺が一人で通ったりするときにね、
どう気持ちを持ってれば大丈夫なのかなとかね、ちょっと思ったりもするんですけど、すごく、コンビの関係性としてね、よくやれてるので、そしてそれはひとえに本当に皆様への、皆さんへのとか皆さんが、応援してくださればこそだと、思いますので、これからもひとえに七不思議の応援を、ぜひよろしくお願いします。そして、こうやってね、一人で、僕が七浦を届けるのは、これが最後になればいいなと思います。今後はずっと二人でね、お届けしていきたいので、これはこれである種貴重な回ということで、お耳汚しになったかもしれませんけれども、これからも七不思議をよろしくお願いしますということで、以上、七不思議チャンネル、七不思議チャンネルじゃねえんだ。七不思議の裏不思議でした。ありがとうございました。失礼します。